気泡山本由伸最長で数ヶ月離脱の見通し。現地時間6月15日のロイヤルズ戦で先発したが、上腕三頭筋の張りを訴え緊急降板となった山本由伸投手。米国内では山本の負傷の状態についての詳細が伝えられていて、右肩腱板損傷のため15日間の負傷者リスト、ハイエル、入りとなったと報じた。また、ロバーツ監督は、山本の健康が最も重要。だから、我々が積極的に彼をIL に入れてリセットするのが、最も賢い動きのように思える。また、復帰に要する期間には、数週間、あるいは数ヶ月、と見通しているという。やばい箇所すぎてどんくらいかかるのか全くわからんのやな。怖いぞこれ。期間がバガバすぎやは全く見通せてなってくさ。言うほど見通してるか。山本由伸と一手を連れてきた大谷は責任取って4割70本手を。長期大型契約しすぎだよな。数週間から数ヶ月って全然何も分かってないやん。肩の鍵盤の故障なんてやばすぎて様子見くらいしかどうすることもできんのが実態やろな。井川の再来、それが数年になって引退まで行ったのが斉藤和美です。有転症程度なんだし、オールスター明けには帰ってくるだろ。多分損傷やろ。肘も肩も自然治癒しないんだし、さっさと手術しよう。こういう故障を見ると佐々郎の気持ちもわからんでもないな。佐々木朗希は正解だった。由伸の投球フォームでは時間の問題だった。こいつ弓引く投げ方してたろ。あれ藤波もしてたくしくも2人とも壊れてる。早く投げさせろよ。ただの針で断熱はなしって出てるから数週間で帰ってくるよ。仮に手術回避できてもまた痛めるんだろう。メジャー球、ピッチクロック、登板間隔、調整方法、メジャーの環境合ってないから。多分佐々郎の場合どんだけ投げずにメジャー行ったとしても速攻ぶっ壊れると思う。佐々木は正解だったとか言っているやつがいるが、こうやって大型契約をつかむ前に引退するリスクもあるってことなんだが、それで良いんかね。球団側は負けだが、山本由伸は慣れなくても高額の年俸を受け取ることができる。山本はでかいダーツの投げすぎ。中12年になりそう。ロバーツ監督が言ってたのは数週間じゃね。数ヶ月って言ってる英文のソースはないで、翻訳ミスじゃね。とりあえず数週間のスローで状態を見るだからな。良ければ8月末9月頭には。悪いと今シーズン中には帰ってこないって感じだろうな。もし怪我が完全に治ったとしても、それだけ相手万全の投球できるか怪しいし、今シーズンの成績は厳しそうやな。管理人のつぶやき、山本投手の怪我の状況は様々な憶測が飛び交っています。単なる肩の張り説から今季絶望レベルの重傷説まで、最新の情報によると少なくとも断熱などの重傷ではないというのは事実らしいです。だからといって離脱期間が短くて済むと断定することはできませんで、追加の情報願い枠が朗報だといいのですが、があればお届けいたします。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。